さて、また新しいお酒をいただきました。この間の、兄弟、軽トラ兄弟にいただきました、立山ってお酒です。これが、立山酒造株式会社。開けます。とりあえず立山のお酒でしょう。美味しいんだよ。開けます。あ、少し黄色みのある。黄色みのあるお酒です。はい、うん、若干甘め。あ、でもさっぱり、さっぱりした。うん、そうだな、好きな方の感じのお酒です。さっぱり系、さっぱりだけどちょっと口の中でこうカッとカッと平らく広がる感じ。うん、ドロドロしたんだよね。トナミ市、トナミってのはチューリップとかだ。そうなん、うん、有名な、うん、うん、口当たりはさ、あのまろやかで、その後口でこう奥にクッとくる感じです。キンコントロ、うん、植えておいた花、そこも行ったの、うん、そこは行かねえのか、うん、はい、はい、はい、大木さんありがとうございました。ごちそうさまでした。トナミは行かない。